ウィリアム・ヘンリー・リューパータスは、アメリカ海兵隊の軍人。ペリリューの戦いのアメリカ軍指機関の一人で、海兵隊の教書、ライフルマンズ・クリードの著者。グロスター・岬の戦いでグロスター・岬、飛行場陥落を祝するリューパータス1907年から1910年にかけて、コロンビア特別区国家警備隊に所属し、ワシントン DC で勤務した。 元々は税関監視定局でカッターの船長になることを望んでいたため、1910年4月28日に税関監視定局の養成学校に入学する。1913年5月15日、リパータスは自席で卒業するが身体検査で不合格となり、6月18日に税関監視定局を辞職した。税関監視定局を辞したリパータスは、 射撃の腕を評価されて、アメリカ海兵隊に招集された。1913年11月に招集を受け入れ、1915年に海兵隊養成学校を卒業した。入隊後は射撃部隊に配属され、数々の功績を挙げて、勲章を授与された。アメリカが第一次世界大戦に参戦した時期は、戦艦、フロリダに上艦していたが、その後、 ポルトープランスに派遣された。同地で3年間勤務した後に、海兵隊本部運営訓練課に配属され、監督官を務めた。1929年に、中華民国に派遣され、第2次上海事変が勃発した際には、第4海兵連隊の大隊長を務めていた。真珠湾攻撃の直後に、ライフルマンズクリードを執筆し、 熟練射撃手と海兵隊の武器の信頼性について、記した。1942年3月に、アレクサンダー・バンデグリフトの下で、第一海兵士団副士団長に任命され、士団の編成と訓練を担当した後に、ガダルカナルの戦いに従軍した。1943年7月8日に、バンデグリフトの後任として、士団長に就任し、カートホイール作戦。 ペリリューの戦いに従軍した。1944年11月にバージニア州のクアンティコ海兵隊基地司令官に任命されるが4ヶ月後の1945年3月25日に心臓発作で死去した。同年5月2日に収益した駆逐艦は彼の名前を冠してリパータスと命名された。遺体はアーリントン国立墓地に埋葬されている。 ありがとうございます。